なのでデモサイトで全然指示に従ってくれないというのはシステム文を優先してしまってうまく日本語の回答が生成できていないんじゃないかなというふうに思いますはい皆さんこんにちは AI 部長のネットです本日はラマ2について話していこうと思います、えー、先日メタ社からラマ2というモデルが公開されたんですけども皆さんニュース見たでしょうか Twitter、えー、とかですごい騒がれてるけど、まあ、何がすごいのっていう人もいるかと思います で個人的にすごいなっていうふうに思うポイントとしては GPT 3.5同等の高精度なモデルになっていてそれを商用利用可能な形で公開してくれてるということですで商用利用可能なので今後企業で言語モデルを開発するときにこのラマ2をベースとして独自のデータで追加で学習することでいろんな用途に特化した高精度なモデルが出てくるかと思いますあとはどういうふうにこの言語モデルを作ったかという技術的な話もこの論文で公表してくれています で、OpenAI の GPT-4 が出た時もテクニカルペーパーのようなものは出てたんですけども、全然モデルの詳細が明かされていませんでした。それと比較するとかなり詳細に踏み込んでいて、どういうふうに学習データを用意したかとか、モデルを作る中で得られた知見なども書かれています。 またえ言語モデルを開発する時には GPU といって、まあ、めちゃくちゃ電気を消費する計算機をたくさん使うんですけども今回のモデルを作成するには330万時間ぐらい GPU を稼働させないとできなかったということなので計算するとですね378年になるというところですさまじいかなというふうに思います。 こんなに頑張って作ったモデルとかノウハウを公開してくれてるので今後他の企業が言語モデルを開発する時に無駄な開発がめちゃくちゃ減ると思うので人類にとってもすごいありがたいことだなというふうに思います本日はこのラマ2の特徴と実際に使ってみてどれぐらい使えるのかというのを見ていこうと思いますそれでは早速やっていきましょう はい、最初に公開されているモデルなんですけども、パラメータ数で分けると70億と130億と700億の3種類があります。で、別に34億個のパラメータを持つモデルも開発しているということなんですけども、そちらはまだ公開されていません。 で、モデルは2段階で学習していて、このプリトレインドというものと、ファインチューンドフォーチャットユースケースーズということで、このプリトレインドというのが、事前学習というふうに言ったりするんですけども、ネット上の文章を使って、次のトークンを予測する学習になっています。で、2兆トークンを学習しているということで、ちょっと想像ができないような数かなと思います。で、入力は4096トークンということで、GPT 3.5のターボと同じになっています。 で、このプリットラインドの学習では、言語モデルが知識を習得するための学習というふうに考えられています。ただ、これだけだと次のトークンを予測するだけなので、例えば何かの質問に答えるとか、何かの文章を打ってこれを要約してくださいとか、そういったタスクに答えるようには学習されていません。 それを行うのがこちらのファインチューンというもので、こちらも2つあって、質問とか指示に対する回答のペアを与えて学習するのがこちらのスーパーバイズとファインチューニングで、言語モデルが生成した回答に対して人間が評価して、そのフィードバックを学習させるのがこちらのヒューマンプリファレンスイズというものになっています。 で、こちらの学習を行うことによって、例えば何か危険なものの作り方を教えてというふうに聞いても、言語モデルが答えてくれなくなったりするので、倫理的に問題のある発言とかがさりにくくなります。はい、続いて制度なんですけどもえ、様々なオープンソースのモデルとか、チャット GPT の3.5と比較した結果を示してくれています。で、評価は約4000個のプロンプトのケースに対して、ラマ2が勝ったか引き分けか負けたかというのを人が評価した結果になっています。 で、一番上がチャット g p t の0301、3月時点のチャット g p t の比較なんですけども、だいーセ36%ぐらい勝っていて、31%引き分けで32、32%負けてるということで、このチャット g p t と比較して、ほぼ同等の精度を実現できているというのがわかります。 GPT-3 のパラメータが1750億個で、まあ、GPT-3.5 になるともっと多いというふうに考えるとこの700億個のパラメータで精度が同等以上っていうのは結構すごいかなというふうに思うんですけどもどうでしょうかただし論文ではこの評価するプロンプトの中にはコーディングのプロンプトとかが入ってなかったりするというところでプロンプトが変わるとこの評価も変わってしまう可能性があるということは注意が必要ですというふうに書かれてました はい、次にえどういったデータを使ってるのということなんですけどもえ結局海外のモデルが公開されても英語しか対応してないじゃんっていうことが結構あったんですけどもえこのラーマ2ですね安心してほしいんですけどもえ日本語ですね対応していますで論文では事前学習に用いた言語の割合が示されてるんですけどもこんな感じになっていますえ日本語ですねここにあります JA0.1% ということでいやめちゃくちゃ少ないじゃんっていうふうにまあ最初思ったんですけども 2兆トークンの0.1%なので、20億トークンぐらいはあると考えると、そこそこの量を学習してそうに思います。ちなみに、やっぱり一番英語が多くて、9割ぐらいですね。で、このアンノーンってのが、プログラミングコードのようです。で、これ見ると、やっぱり英語圏では、こういう公開されているモデルを既存のサービスに組み込みやすいので、米国のエンジニアの人にとっては、楽しいだろうなというふうに思います。ちょっと羨ましいですね。 で、その他にも、ラマ2は他のモデルと比べると、物理をかすような出力を生成しにくいようです。ただ、この安全性と使い勝手ってのは、トレードオフの関係になっていて、安全性を考慮しすぎると、何も答えてくれないということになってしまって、そこが難しいみたいなんですけども、今回ラマ2は安全性を重視しているようで、なかなか回答してくれないなっていうことが、他のモデルと比べると多くなってるかもしれません。 はい。それでは実際にプレイグラウンドで使えるみたいなので使ってみたいと思います。はい。それでは早速やっていきたいと思います。で、ラマのモデルなんですけども、え、いろんなデモサイトがあって使えるんですけども、こちらのデモサイトですね、システムメッセージを設定できるということで、ハギングフェイスとかの他のサイトでは、ラマに設定するシステムメッセージをいじることができないんですけども、こちらのサイトですね、いじれるので、こちらで使ってみたいと思います。 最初にまずパラメータ設定なんですけども、えー、ラマの 70B というのを設定して、テンプレッチャーですね、0.1に設定しておきます。でトップ P が0.9で、マックス e q ケンス c e l e がですね、2048と。で、システムメッセージは、You are Helpful Assistant ということで、えー、使ってみたいと思います。で、こんにちはって言うと、こんにちは、お問い合わせがありますかと返ってきました。はい。で、日本の人はどこですかって言うと、日本の人は東京ですというふうに答えてくれます。 ここまでは他のモデルでもまあ簡単にできるかなというふうに思うんですけども、実用性を考えると文章の要約とか翻訳をやってほしいなと思います。論文の一部を要約させてみたいと思います。はい。で、要約させるのはこちらになってまして、ラーマ2の今回公表された論文になってます。こちらのアブストラクションの部分ですね、要約させてみましょうということで、こちらをですね、コピーして貼り付けます。 はい。そうすると、こんな感じで返答が返ってきました。ちょっとファイントゥーに関しては、えー、気になる人もいると思うんですけども、えー、と大部分ですね、正しく要約することができています。他のデモサイトでやると、全然ですね、日本語を生成してくれないということが、えー、起きますで。おそらくなんですけども、えー、他のデモサイトでは、このシステムメッセージが長文で英語で入力されてると。なので、ユーザーのメッセージで日本語で返答してくださいというふうに指示しても、システムメッセージの方の指示を優先して、英語で答えてしまうのかなというふうに思います。 はい。で、これをですね、論文の方にも書いてあって、このシステムメッセージ法マルチターンコンシステンシーというやつですね。この中で、この g ッ t メソッドという学習方法があって、まあ、それによってですね、会話が進んでいっても、最初に設定したシステムメッセージに対する重みが強い状態で会話が進んでいくというような学習がされているようです。 で、論文の中で見せられた例としては、この左側のようにですね、always answer with エ文字ということで、エ文字で毎回答えてくださいというシステムメッセージを使って言語モデルを作ると、こんな感じで2ターン目には、エ文字じゃない文章で回答を生成してしまうんですけども、今回のギャットですね、これを使うと、ちゃんと会話が進んでも、そのシステムメッセージを優先して、AI が回答を生成してくれると。そういうふうに学習することに成功したようです。 なので、デモサイトで全然指示に従ってくれないというのは、おそらくこのシステム文を優先してしまって、うまく日本語の回答が生成できてないんじゃないかなというふうに、個人的には思います。はい、続いて気になるポイントとしては、70B のモデルだとかなり精度が良かったんですけども、じゃあ 7B にすると精度はどれぐらいになるのかというのが気になります。先ほどの要約タスクをやらせてみたいと思います。 はい。そうすると、まあ、こんな感じで帰っていきましたと。いうことで、えっと、日本語に翻訳すると、以下のようになります。ということで、えっと、そのまま文章をですね、返してきてしまっています。まあ、なので、うまくですね、要約できてないということになりますねで。ちょっとシステムメッセージを変えて、もう一回やってみましょう。はい。今ですね、7B にモデルを設定して、システムプロンプトを、え、あなたは優秀な機械学習の研究者ですと。で、全て日本語で返答を生成しますというふうに設定して、先ほどと同じ文章を入力してみました。 はい。そうすると、こんな感じの文章が生成されました。えー、この作業では、大規模な言語モデルを7億から70億パラメータの範囲で開発し、調整しましたと。その後の文章はちょっとおかしくなってて、我らの調整、LLMA2Chat はっていうことですね。えー、ところどころ英語が混じった状態で、えー、と文章が生成されてしまっています。でただ、えー、と先ほどと違って、このシステムメッセージをちゃんと理解して、日本語で回答を生成してくれてるかなというふうに思います。 で、よ約の質としては、まあ、70B と比較すると、えー、まだまだ低いかなというふうに思うんですけども、えー、今のところ公開されている、えー、日本語の LLM のオープンソースのモデルと比較するとかなり精度としては高いモデルなんじゃないかなというふうに思います。皆さんもぜひ色々といじってみて、えー、使えそうとか感想があったら教えてもらえればと思います。はい、以上で本日の動画を終了したいと思います。えー、この動画が良かったなというふうに思う人は高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。 それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。それと比較すると、この論文は、それと比較すると、かなり詳細に、ああ、ちょっともう一回行くわ。むずいな主にネット上の文章を使って、ああ、主にいらないかな。